この前の会の時には、私はバルナバという人の話をしました、今までずっとその前まではペテロとヨハネを中心にしたこの使徒言行録をお話ししてメッセージをしていたんですが、10月の18日にはバルナバという人のことをお話しさせていただきました、今日はまた使徒言行録に戻りたい。9月6日以来のこの箇所であることを思わせていただいています、さて、どこから始めたらいいのか、前のことをちょっと思い起こしてくださいませ。祈りのために神殿に出かけていきました。ペテロとヨハネ、美しい門というところで40年間も病のために足が不自由になって歩くことができなかった、そういう人に出会いました。この人は働けませんから、神殿にやってくる人々に物乞いをして、それで生活をしていたんですね。でペテロがこの人に目を留めたんです。ちょうどペテロとヨハネが歩いてくるのを見て、この人も何かもらえるかなと言って手を出すわけですね。しかしペテロはその手を取ってこう言いました。金銭は私にはない。この言葉を聞いたら本当ガクッとしたかもしれませんね、この人は。しかしその次、ナザレのイエスキリストによって立って歩きなさいと言って、この人の手を取ってですね、ぐんと引っ張り上げたんですね。この人は40年間も歩いたことがなかったんです。歩けなかったんです。ですから働くことももちろんできなかったわけですね。まあそういうふうにしてペトロが手を引っ張ると、彼は立ち上がって、そして歩いて飛び回って、もう大喜びでその辺を走り回るようにしてですね、ペテロとヨハネが宮に入っていくもんですから、それにくっついて神殿に入っていったんですね。これを見た人たちはもう本当に驚きました。なぜならこの人がどういう人かっていうことを、いつもそのところの前を通って彼らはよく知ってた。歩くことのできない人だということも知っていた。でペテロはその人たちに、ナザレのイエス・キリストの名によって起こったことと言ったんですよね。この3人のところにわーっと人が集まってきた。まあ一体どういうことこれはっていう時に、ペテロがこれはナザレのイエス・キリストの名によって起こった出来事ですとこう言ったんですね。そしてイエス様についてそこで語りました。ペテロの話がまだ終わらないうちに、神殿の方から祭司とか宮の守衛長とかサドカイ派の人と呼ばれるような人たちが駆けつけてきたわけですね。ちょっとちょっと何やってるんだっていうわけですね。まあそこにいっぱいの人が集まったわけですから、そこでペテロとヨハネを逮捕して、どうしたかというと、ここに書いてある通り、彼らは苛立ったんですね。そして3節を見ると、4章の3節、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。留置場に入れられてしまったわけなんですね。さて、その後のことですね。まあそこでですね、このことに出会った人たちが、そこで5000人もの人たちがイエス様をそこで新しく信じたっていうから、これは素晴らしい出来事だったですね。で5日5節翌日、民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まった。民の指導者たち、長老たち、立法学者、まあそうそうたるメンバーですね、こういう人たちがエルサレムに集まったと書いてある。でこれは何のために、
このペテロとヨハネの裁判を行うためでした。で、これは、この集まった人たち、ここに書いてある民の指導者、長老、律法学者で、これはサンヘドリンと言われるですね、71人からなる最高法院のことなんですね。大祭司を頭としたユダヤ人の最高裁判機関なんです。まあ、71人そこに集まったかどうか人数書いてないから分かりませんけれども、そういう人たちだったって言うんですね。さて、ここで皆さんちょっとイエス様のことを思い起こしてください。実はイエス様もピラトに裁かれる前に、このサンヘドリンというこの議会で審問されているんですね。ちょっとそのところを聖書を開いてみたいと思います。まずマタイによる福音書の26章、マタイの福音書の26章の59節です。マタイの福音書の26章の59節です。そこをちょっとお読みしてみたいと思います。59節。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。祭司長たちと最高法院全体はと書いてあるんですね。ここに書いてある通り、ピラトの裁きを受ける前にイエス様はこのまず最高法院で取り調べを受けたということですね。もう一箇所、マルコの福音書の14章です。そこも開いてみたいと思います。マルコの福音書の14章の52節です。53節ですね、失礼しました。53節お読みします。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。サンヘドリン、最高法院ですね。このようにしてイエス様もここで裁きを受けたのだということです。さて、4章7節、使徒の働きの方です。4章の7節、彼らは2人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問したと書いてあります。ペテロとヨハネが逮捕されたのは、実は死者の復活の問題であったはずですね。4章の初めに書いてありました。2節、彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活復活を述べ伝えていることに苛立ちとか、復活を述べ伝えること伝えていることに苛立ったって書いてある。で、ここに書いてあるように、逮捕されたのは死者の復活の問題だったんですね。で、それなのに彼らはこの質問を見るとですね、彼らの尋問はこの奇跡を行った力、能力って言いましょうかね、それに関することに変えられちゃってるんですね。お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのか。この質問の中にはもうですね、その復活問題なんか入ってないんです。なんでああいうあんなことをしたのかということですね。ですから質問が変わっちゃってるということなんですね。
多分ペテロもヨハネも、おや、あれと思ったに違いありませんね。確かにイエス様を例に挙げて死者の中から復活を述べ伝えていたんですから、ですから当然そのことによってと思っていたら、え、違うじゃないっていうことになったわけですね。誰の名によってこのことをしたのか。ペテロは3章6節の方で、ナザレのイエス・キリストの名によってと、あの足の悪い人を立ち上がらせる時にですね、そのようにはっきりと言っています。誰の名によってこんなことをしたのか、ナザレのイエス・キリストの名に対応するものなんですね。いろいろな名によって力を発揮するものがあったと思うんですね。で、その中でキリストの名による力を示すということは、キリスト者の特徴です。キリスト者とは、キリストの名によって歩むものですから。4章8節を見ていきます。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。聖霊に満たされて、さてペテロは聖霊に満たされたって書いてあります。で、このことはとても素晴らしいなと思うんですね。なぜならば、すでにイエス様はね、約束されてるんですよ。どんなこと？それはマタイの福音書10章、ちょっと開いていただけますか。マタイの10章の18節から20節です。マタイの福音書の10章18節からお読みします。また、あなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らに異邦人に証をすることになります。彼らと異邦人に証をすることになります。人々があなた方を引き渡した時、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。このように書かれています。話すのはあなた方ではなく聖霊ですと。後ほどですね、時間があったらルカの21章の12節からのお言葉も開いてみていただきたいと思うんですね。そこにもはっきりと、人々はあなた方に手をかけ迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き渡します。それはあなた方にとって証をする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。ルカの21章の12節からはそのように記されていますね。ペテロとヨハネは一晩留置場に入れられていたんです。ですからもしも弁明するためならば、どうしようかな、何を言おうかな、などとですね、考える時間はありました。しかし、イエス様が語られた言葉の保証を唯一の拠り所、唯一の拠り所、先ほどお読みしたこの聖書の言葉、ルカの21章の12節から15節、あるいはマタイの10章の18節、そのお言葉をですね、彼らはもちろん
イエス様ご自身から伺った言葉ですから、よく知っていたと思います。ですから、そのイエス様が語られた言葉の保証を唯一の拠り所としてこの議会に臨んだんです。ペテロが議会の真ん中で尋問を受けた時、約束のごとく聖霊に満たされて彼は語り始めました。そのところをちょっとお読みしたいと思うんですけれども、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためならと、そういうふうにまずペテロは言いました。9節ですね。今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためならと、こう言って、ためならということは、最初彼が考えたのとはやっぱりちょっと違うなということがここで表されていますね。まず質問の趣旨というものを明確にしていますね。ペテロたちからすれば、逮捕の理由っていうのは死者の復活に関してだったわけですね。先ほどお読みしたように。ところがこの議会では、あの足の利かない人の癒しの事件に変わっていたんですね。しかし答えるペテロたちにとっては、そうしたことは問題にもならなかったのです。彼ははっきりと証しします。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレのイエス・キリストの名によるのです、と彼ははっきりと、答えています。十節に書いてありますね。あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレのイエス・キリストの名によることです、と。ペテロは臆することなく語っています。この人っていうのは、あの足を癒された人ですよね。まだペテロとヨハネのそばにいるわけです。そしてこの取り調べを受ける裁判の席にもいるわけです。ですから、この人がとこう言ったんですね。あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレのイエス・キリストの名によることなんです、と。さらにペテロははっきりと語ります。ここが本当に素晴らしい。12節をご覧ください。この方以外には誰によっても救いはありません。確信に満ちた言葉ですね。この方以外には誰によっても救いはありません。この皆のほかに私たちが救わるべき名は人間に与えられていないからです。私たちが救われるべき名は人間に与えられていないと。この方以外にはと、ペテロははっきりとここで、語っています。13節を見ると、この取り調べをしているこの大法院のですね、人たち、裁判をしている人たちの、なんと慌てぶりみたいなものが知らされます。彼らは
ペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたと書いて、二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。ペテロとヨハネはイエス様についてきなさいと言われた時に何をしていた人でしたか？ガリラヤ湖でお魚を取っていた漁師だったんです。イエス様がお呼びくださったらか、そのまま網も何もみんな捨ててずっとイエス様にはいと言って従っていった人たち、そして3年間イエス様についていったんです。私本当に不思議だなと思うんですけど、イエス様はねこの人たちに本当に細かいことからずっと初めてね教育をしたかな。聖書を読んでいくときにそういうことは見当たらない。イエス様はただご自分の技を行い、ご自分の言葉を語り、そして弟子たちをも育てていったんですね。彼らは何か特別なことをですね、イエス様にそのはい講義だよ、これから講義を始めるよなんて言ってですね、講義をされて育っていったのではない。いつでも四六時中イエス様と共に行動していた、そのイエス様がなさることを見たり聞いたりして学んでいった人たちなんです。特別な教育なんか受けてないわけですね。ですから、そしてですね、実はこの無学の普通な人という時にユダヤ人にとってはですね、この律法の教育というのはですね、聖書を見ると幼い時から子供の時から小さい時からですね、ラビ、この律法の先生のところに子供たちをやって、そこでもう旧約聖書をだーっと教えられていくんです。でそういう教育をしたのか、してない。彼らは漁師だったわけですから、漁師の家に生まれて育ってずっと来たんですから、そんなね、そんなあの立派な先生のところに行って学びを受けてなんて全然してないわけですね。でこういう人のことを無学の普通の人とこう言ったんですね。学問のない普通の人とこう言ったんですね。ラビたちから律法を何も教えられていない、学んでいないというのがこの無学な普通の人という意味なんですね。さあそういう人だということをですね、彼らは知って本当に驚いたということなんですね。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。あのイエスという人と一緒にいつもいつも一緒にいたんだっていうことが分かってきたというんですね。私は本当に思うのに、イエス様と共にあるということはどんな幸いなことでしょうか。私たちもいつも祈りの中でイエス様と共にいます。祈りの中で私たちは教えられます。聖書を開いて読みます。そこにイエス様も共にいてくださり、その御言葉の解説を私たちに教えてくださいます。そういうことからして、イエス様ご自身に私たちは実際のですね、生きていらっしゃるイエス様に触れてはいません。しかし私たちはこの聖書を通してイエス様を知らせていただいているわけなんですね。彼らはまあイエス様と共に3年ぐらい生活をして、いつもいつもイエス様のなさることを見ていた人たちだったんですね。この初代の弟子たちというのはですから本当に貴重な人たちだなと思うんです。使徒言行録を読むとね、その弟子たちがずっと出てくるんです。私は本当にこの使徒言行録に見せられるのは初代の弟子たちの話だということですね。彼らがイエス様に何を学んで、何をですねイエス様から受け止めたのか、
イエス様はもうすでにいらっしゃらなくなり、ペテロとヨハネがここでもう活動している時にはもうイエス様は十字架にかけられてしまって、その命はなくなっていらっしゃる。もちろん復活がありましたけれども、そういうですね弟子たち、しかしですね、まるで毎日のようにイエス様と一緒にね生活しているように、はっきりとイエス様ご自身を人々の前にお示しすることができたんですね。これはすごいことだなと思うんですね。彼らは無学な普通の人じゃないかと、このですね立法の専門家とか最高法院のお歴々の人たちにとっては、なんだ無学のね普通の人じゃないかとこうなって、彼らからしたらそうであったかもしれないけれども、決してそうではない。どんなことよりも彼らはイエス様を通してたくさんのことを学んだ人たちだったわけですから、そしてそのイエス様と共にいらっしゃらなくてもイエス様と共に生きている人たちだけど、これは素晴らしいことだなと思わせられます。無学な普通の人であるということを知ってですね、驚いたと書いてある。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。イエス様がいらっしゃらないけれども、あのイエスと一緒にいた人なんだということが分かった。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。その40年も歩いたことのない病にあって歩くことのできなかったこの人がですね、立ち上がってそして彼らと一緒になっているそのことをですね、それを見てはもう返す言葉もなかった。このお歴々の面々が、偉い先生方がですね、返す言葉がなかったというんですね。これがこの人たちの裁判であったわけですね。留置場から出されて翌日に裁判があったわけです。さて2番目としては今度判決です。裁判があればその結果ね、それではあなた方に、あなたはこういう罪を犯したんだからこういう判決を言い渡しますと言って、ちゃんとその刑の量刑というものがあるわけですよね。禁錮何ヶ月とかですね、そういうあれがついてくるわけですね。判決があるわけです。さて彼らはどうしたでしょうか。この最高法院はこの人たちを取り調べて、禁錮何ヶ月だ、牢屋に入っていなさいとか、そういうことを決めたのでしょうか。いいえ、決められなかった。16節、今日は読んでないんですけど、そこを見てください。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことはエルサレムのすべての住民に知れ渡っていて、我々はそれを指定しようもない。このですね、40年間も歩けなかった人が立ち上がって踊ってですね、歩いておしゃべりをして、そしてみんなの周りを跳ねて歩いてる、これは事実だ、否定することができない。エルサレムのすべての住民がそのことを知ってるじゃないかというわけですね。17節を見ると、しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。この名によって語ってはならない、
つまりイエス様の名前によって話しちゃいけないということですね。イエス様の話をしてはいけない、語るな、黙っておれという、まあ、彼らの判決といえば判決がそういうことなんですね。そこで彼らは2人を呼んで、ペトロとヨハネを呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じたとありますね。ところがその19節見てください。本当にですね、胸がスーッとしますよ。しかしペテロとヨハネは彼らに答えて、神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。これはすごいことすごいこと答えだと思います。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してみてくださいって、こういうわけですね。困ったでしょうね、このまあお歴々の人たちも。なすすべがない。でどうなったかというと、そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。最高議会といわれるサンヘドリンといわれるこの大祭司を筆頭とするですね、お歴々のメンバーも彼らの処遇をどうすることもできなかったんですね。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。そして最後に、この印によって癒された人は、あのペテロとヨハネによって癒されたあの人は40歳を過ぎていたと、初めてこの人の年齢というものがここで記されています。40を過ぎた人だったんだなと。逆にですね、まあこの人はどんなにねつらかったろうな、40年間もそういう中にいたんだなという思いが起こってきます。彼らは罰することができなかった。これがこのペテロとヨハネに対する判決というものですね。裁判の結果、あなた方はこういうことをしたからこういう罪を科しますよと、刑を科しますよというのが判決なんですが、それを言い渡すことができなかったってことですね。脅かした上で釈放した。私は本当にペテロのこの勇気のある言葉、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。はあ、よくも言ったもんだなと思います。素晴らしい証だと思います。私たちも時としてですね、普段の生活の中で人々といろんなお話をしながらふっと教会の話とか出てきたりですね、あると思うんですね。そういう時、あ、どうしよう、何言えばいいんだみたいに私たちは恐れやすい
くないですか。何を証ししたらいいのかな、何をどう言ったらいいんだろうか、この人に何を言えばいいのかな。私たちはすぐにそのことを考えるんですね。どうしようもないなと思うんですね。そんなことじゃないでしょうって思う。私はイエス様によって救われて生かされている一人の人間なんです。イエス様に出会ってイエス様の命をいただいてこの人々の中に生活しているものなんです。そんなにですねどうしようかなんて言わないで、言う必要がない。あのペテロのようにですね、あなたが語ることはその時に与えられるよってイエス様が言ったわけですよ。そんな悩まなくても大丈夫、あなたが語ること、言わなきゃならないことは聖霊があなた方に教えてくれるよってちゃんとイエス様は約束してくださってる。何を言えばいいのかな。何でもいいじゃないですか。あ、私教会行ってるんですよってそこから始めてだっていいじゃないですか。どんなことでもいいです。私ね毎日ね本当にね幸せに暮らしていますってとかですね、自分が持っている心の望みとかですね、そういう命とか私たちに与えられているものを話せばいいと思います。それでいいんです。ペテロはヨハネは一生懸命ですね、留置場の中で何を何か調べたんですか。何にもしてないですよ。ただ彼らは天に向かって本当にイエス様感謝します、こういうふうになったのを感謝します、あなたの皆のために本当にこういうふうになっていくのを感謝します、それだけだったと思います。ですから何の恐れもなくあのすごい人たちの前に出たわけですよね。そして彼らは恐れることがなく、私たちはこういうものですと、誰によっても救いはありませんということをしっかりと語ることができたんですね。これは素晴らしいことだと思います。私たちもこういうものでありたい。イエス様から本物の本当の勇気を与えられたいですね。その語るべき言葉はすでにあなた本当に与えてるよ、与えてるじゃないか、私が十字架にかかってあなたを救い出したではないかとイエス様はおっしゃるんです。それでいいんですね。私はイエス様によってね救われてね感謝してね毎日が楽しくてしょうがない、この世知辛い世の中にこんなコロナの世の中にそんな楽しいことあるんですかなんですね、多分パクッと食いついてくると思いますよ。楽しいですね。まあ本当にですねコロナは注意しなきゃいけないけれども、注意してれば何の恐れもない。ちゃんと本当にこのことをやりなさいと言われていることをきちっとやってれば何も恐れることがない。ですから本当にね今あるそのままを人々に証ししていくということですね。ペテロとヨハネはこのことを通してですね、この裁判を通して、そしてこの判決を通して私たちに語っているのではないかなと私はそれを思うんです。何も恐れることがないんです。本当にイエス様によって立ち上がっていきましょう。皆さん今週も喜びを持って本当にイエス様によってですね、私はこういうふうなものですよということをですね、自己紹介、どこでも自分の自己紹介ができたら素晴らしいと思います。それではお祈りいたします。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救わるべき名は人間に与えられていないからです。イエス様は命を懸けて
私たちをあの罪の呪いから救い出してくださり、当然地獄に行くべきもの、滅びに行くべきものをそこから救い出し、天の御国に移してくださいました。本当の命を私たちに与えてくださいました。感謝いたします。私たちが救われるべき名は与えられていない、イエス様のほかはとペテロは証しをしています。どうぞ私たちもこの証しが日々の私たちの普段の生活のものであることができますように、どうぞ導き、お力を与えてくださるようにお願いをいたします。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいかない。私たちが経験したことを話せばよろしいのです。どうぞ私たちにこの証の力を今週もお与えくださることをよろしくよろしくお願いをいたします。その時にイエス様も私たちと共に働いてくださいます。どうぞ今週の日々の私たちの歩みを導いてくださるように心からお願いをいたします。どうぞ今日本当にここにいらっしゃるお一人お一人のうちにあなたの豊かな祝福がありますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。